福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。バスケクリーグ公式戦福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの1回戦です、うん、解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、ファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてるときはしっかりと耳で届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタート。まずはホークスの先発松坂がヤフオクドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしい。初球大きく外れています。これはどうか、ファーストの左抜けました。ワンアウトランナー一塁となりました。クリーンナップが登場します。バッター鈴木、昨日のゲーム走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。さあそして打席にはデスパイネが入っています。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。アウトコース、これは見送ってボールです。フルカウントになります。打ちました。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。2回になります。追いかけるマリーンズの攻撃。打順は5番角中。昨日のゲームでは打点を挙げています。さてホークスの先発は松坂。あ、本当低めのボール入りました。148キロ。横への変化球が決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外へのボールは入りません。次が5球目。打ちました。痛烈。これはどうだ。アウト。ワンアウトです。打順は6番井口。昨日はチームに貢献する活躍を見せました。まずはワンアウトを取っています。いましたが、これはストライク。ノーボールツーストライク。低めの変化球は外れました。さあ勝負してくるのか。変化球空振り。バッターは7番に入っている今江。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。アウトコース、空振りです。昔のあれはあるよ、うん、昨日のアップビデオだったね。あっという間にツーストライクです、うん、これが3球目。夜中にしか見ないよ。バッター
一塁アウトでスリーアウトチェンジです。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。低めの球決まった。ノーボール、ツーストライクです。ファウルになります。もう次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。打ちました。痛烈。これもファウル。この球は外れています。この球は外れています。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは9番に入っている田村。昨日のゲームでは無安打に終わっています。松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。インコース決まりました。ノーボール、ツーストライク。打ちました。セカンドうまく捉えて、アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター、タン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。外、低め、いいコースに決まりました。147キロ。スライダー決まりました。ワンボールツーストライクです。変化球絡み、スリーアウトチェンジ。バッターは2番岡田。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。打ちました。流しました。これはどう。三遊間抜ける。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス鈴木、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。2球目打ちました。ヒットになった。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはデスパイネが入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。こういった要所を締めていくことが勝利に結びつきますから。引っ張った。二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー、ツーアウトランナー三塁と変わっています。さあそして打席には角中が入っています。さあツーアウトながら得点圏でインコース弾き返した。ライトランナー三塁、スリーアウトチェンジです。マリーンズサードランナー残塁には、この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね。白星というところもちらついてきます。フィルマリーに行った時に聞くことを忘れてた。なんだよ、チームの使い方でそれ聞くことがあって。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックスは7番今江。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
ど真ん中を見逃しました。ノーボール2ストライクです。チェンジアップ外れました。さあ勝負してくるのか。この球は外れています。打ちました。セガと取る。ツーアウトになりました。打席には1番バッタークルーズ。ツーアウトランナーありません。初球ストライクを取りました。ストレート外れました。決めくらってストライク。ワンボールツーストライクです。落ちる球できました。まあ次のボールは勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。ショートゴロ。今宮一塁アウト。スリーアウトです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスは9番田村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホークスリードで迎える6回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね。一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差は三遊間抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って加藤。ヒットでランナーを一塁に置きます。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には2番バッター岡田。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。さあ追い込みました。まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、変化球空振り。2アウトになっています。バッターは3番鈴木。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナー一塁です。際どい。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。低めの変化球です。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね。もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール。アウトコース打ちました。松田が抑えています。ワンアウト。そうですね。初球ラインにストライクを取りに行くとやられますね。初球中うまいバッターですからね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。アウトローギリギリ決まっています。インコースを厳しく攻めます。打ちました。松田アウト。ツーアウト。バッターは6番井口。ツーアウトランナーありません。空振り。2球目は何で来るか。低め空振り。ノーボールツーストライク。
ーアウト、チェンジ。7番から始まるマリーンズの攻撃、バッターは今江。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホークス大きく点差をつけて8回を迎えています。小宮山さん、まあこの展開ですからピッチャーも気持ち的には楽でしょうね。そうですね、ただ気は抜けないですけどね。確かにその通りですね。これはショート今宮掴んでワンアウトです。そうですね、外中心のピッチングで制球に自信があればカーブ系のボール球で誘ってもいいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。三塁線、内野を抜けていきます。クルーズ、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス田村、ここはさっき打たれたスライダーの使い方も注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。いいところへ決まります。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。変化球空振り、これで2アウト。打順は1番に返ります。バッター加藤、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナー1塁です。外の低めに手を出しました。ノーボール2ストライクです。この球は外れています。打ちました、取った、二塁を送ります。スリーアウトになりました。これから9回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、マリーンズは代打を送ります。バッターボックスには代打のウーラ。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応え、打順は3番鈴木、松坂、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まっています。際どいところ、これはボールになります。さあ3球目は何か。スライダーできました、ワンボールツーストライク。これはバットです、三振です。これでツーアウト。バッターボックスは4番エスパイネ、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インコース、これは外れます。インコース外れてボール、まあ、ここはバッターの狙いがわからないならアウトローのストレートですね。なるほど、そうですか。低めは外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール、2アウトからランナーを出してしまいました。やれやれなんですね。あぶやボールですね、フォアボールの後の初球バッター狙ってきますから要注意ですよ。そうですか。改めてお聞きします、バッターボックスの角中、どういうバッターなのか。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりますが、二塁へ送球、角中、これが今日の初ヒット、ツーアウト二塁一塁。打席には6番バッター、井口。まあホークスとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。これが2球目。これはわずかに外れました。低めのストライク、ワンボールツーストライク追い込んでいます。あれ、ここは空振りでアウトを取りました。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。
本人はもちろんですが、ベンチの監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で来てくれたっていうだけで、もう本当に喜ばしいことなので、手を取られてないわけですからね。まあ、素晴らしい勝利でしたね。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝ったホークス、大量点を取って敗走ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。